ミュージカル忍たま乱太郎ファンの皆さん、こんにちは。塩江文次郎役の渡辺和樹です。立花千蔵役の湯本健一です。今回は海外に向けた映像ということで、12月3日より始まるミュージカル忍たま乱太郎第12弾忍術学園学園祭の魅力をご紹介したいと思います。学園祭の魅力といえば何ですか、勝さん。そうですね、やっぱり毎回恒例のオープニングの塩江文次郎のギンギン体操、あれ一番盛り上がりますよね。もう最高なんですよ。はい、学園祭といえばハズさん聞いてよ、面白い何か一言って書いてあるんだから。学園祭といえば何といっても音楽。12年続く忍美の過去曲から第12弾初演で出たばかりの新曲まで盛りだくさんです。ということで今回は学園祭で歌われるおすすめの曲を第12弾初演の映像とともにご紹介したいと思います。イエーイ。それでは早速ご紹介しましょう。まず私のおすすめは忍者のイ・ロ・ハでございます。イエーイ。本編とは違い、はい、学園祭は4年生、5年生、6年生登場しちゃいます。じゃあ続いてケンちゃん。はい、私のおすすめは京都闇を駆け抜けろです。面白いこと書けって言われてない。あんまりアップテンポの曲の歪みの曲ってあんまりなかったじゃないですか、うんうん、ライブですからね。ライブですから、お芝居の延長とはまた別の、うん、多分盛り上がり方になるんですかね、僕ら自身も。ということで早速この2曲を12弾初演の映像とともにご紹介しましょう。ちょっと待ってくださいよ。何何何、2曲だけなんですか、他にもねいっぱいいっぱい名曲という名曲があるっていうね。ねそうなったらダイジェストでお届けしたいと思います。ということで VTR どうぞ。何ですか、アナザーストーリーで歌われた幻の2曲、はい、6年生の
ゴールデンタイム、はい、米津の奇跡のストーリー、この2曲もなんと学園祭で歌われます。やったー。さらに11月26日よりデジタルリリースが開始されました。イエーイ。リリースの詳細は公式ホームページをチェックしてください、はい、それでは特別にこの2曲も少しだけお見せしてみましょう。 VTR どうぞ。コンテンタイヤツを仕留めろ。コンテンタイ狙いを定め。コンテンタイやりかけ抜けろ。コンテンタイ俺たちの時が。コンテンタイ俺たちの時。僕たちが今ここにいる奇跡偶然じゃない。この巡り合いそれは形のない宝物。君と描く僕たちのストーリーということで、はい、学園祭の魅力を厳選してご紹介しました。ミュージカル忍たま乱太郎第12弾忍術学園学園祭は12月3日から5日まで尼崎のアマシンアルカイックホール、12月17日から23日までの東京の明治座で行います。日によってはまだ座席が空いておりますので、ぜひぜひ皆さん劇場に足を運んでください。忍みはいつの日か海外公演ができることを目指しております。おお、これからも前進していきますので皆さん応援よろしくお願いします。最後はそれぞれ思いの丈を英語で今言います。英語で英語で英語で言います。いきもう重いよね。そうですね、うん、いきますよ、せーの、パンビキューマン。